今回はですね、神奈川県の真鶴までやってきました。はい、真鶴といえば魚釣りでよく訪れる場所なんですけども、ちょっと駅前にですね、なんか雰囲気のあるお店を見つけたので行ってみたいと思います。それでは行ってきます。じゃん、福浦屋食堂行ってみましょう。人のライスを奪ったのでちょっと迫力が増しました。そうです。これはホウボウ、カンパチ、タイでマグロという。そう。これはホウボウだね。で、溶かす方にしてみます。ホウボウってちょっと柔らかいのかな。これが柔らかいですね。そうなんです。カンパチ、ホウボウ、マグロです。ホウボウからいきます。柔らかい。油が乗っていると思われて、油がすごい乗ってるね。わかめの味噌汁、シンプルです。タイね。エビフライ。すっごい大きいね。脂が乗ってるね、これも。あれ？ちょっとこうお刺身が揃えたりするの。お刺身多いね。結構厚切りで多いね。アジフライ。でまたふっくらして美味しそう。うん。柔らかい。ご飯焼肉のように。だけいくんやけど。幸せな時間です。かなり大ぶりです。うん。できましたね。うん、サクッととはする。大きく開けたね。カンパチ結構好きでね。あ、そう。うん。最高だけで入ってるね。そうね。なんでないの？ちょっとこう押し付けてこう取っていくんだろうね。だから片一方から見たらまた大盛りに。わかるわかる。どっかでもそうだった。尻尾食べた。初めてちゃんと尻尾食べたみたいな。うん。初めて。なんか今途中で考えつつ食べてた方がもう至れって感じで。昼飲みっていうか。なんだろうね、格闘してる。かますだってね、俺全然分かんなかった。ね。ああ、なるほど。してる中が、全然他との食感とまた違う。出したら一口でこれ全部いっちゃうから気をつけないと割合。両方もいくんだね。エビの尾っぽはそう、あの尾っぽいってなんでこのエビのここ行かないのかってすごい気になってた。意味がわからない。あれなんでと。うん。昼間から行っちゃいましたよ。ねえ、うん、人のライスをポンと。ごめんありがとう。協力のおかげでご飯もがっつり食べれて、あと久々にフライ食べたよ。エビフライとアジフライっていうの、なんかマコがフライを食べてるのってなんか不思議な感じだった。本当にね、本当に1年ぶりぐらいかもしれないぐらいの。確かにね、めった食べない。まあ自分らもあんまり食べないですけどね、フライはね。まあそうだね。今回は刺身定食2つとミックスフライのね定食なんですけども、なんか雰囲気のある落ち着いたお店でしたね。本当そうだね。なんかね、昼からこうゆっくり飲めて、あ、まあ自分は車だったんで飲んでないんですけど、2人はね昼飲みっていうことでいいね。ああいうのもね、いいひとときでしたね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。